FIFA クラブワールドカップ2020は、2021年2月4日から2月11日に、かけて、カタールで開催された第17回目の FIFA クラブワールドカップである。2019年6月に、パリで行われた、FIFA 表議会で、2019年と2020年大会を、従来の形式で開催することが決定した。しかし、新型コロナウイルス感染の再拡大や、 AFC チャンピオンズリーグ2020、コパリベルタドーレス2020の遅れなどから2021年2月に延期となった。FIFA は2021年からコンフェデレーションズカップを廃止し、クラブワールドカップを4年ごとの開催、24チームが参加することを賛成多数で承認した。2019年6月の FIFA 評議会において、2019年2020年のクラブワールドカップは、 従来の形式で実施すると発表した。開催地はカタールで、2022FIFA ワールドカップのテストイベントを兼ねて行う。しかし、日本サッカー協会の会長、田島光造は2020年9月15日、オンラインという形で会見を行い、非公式としながら、僕自身は聞いている。今年はないよ、と述べ、さらに、2020年9月18日に、FIFA、 国際サッカー連盟のインファンティの会長はオンラインという形で行われたフィファ総会後の記者会見において各大陸のサッカーのチャンピオンズリーグなどの日程の遅れで各大陸のクラブの代表が年内に出揃わないため2021年の早い時期に延期されるということを明らかにした。オークランドシティは新型コロナウイルスの影響により ニュージーランド当局が求める検疫措置を踏まえ、出場を辞退した。このため、プレイオフは3から0で、アルドゥハイルが勝利した扱いとなった。アルドゥハイル V オークランドシティウォンルティグレス、V ウルサン現代、アルドゥハイル V アルアハリウルサン現代 V アルドゥハイル、パルメイラス V ウォンルティグレスアル、アハリ V バイエルンミュンヘン R ア,アハリ V パルメイラス、バイエルンミュンヘン V ウォンルティグレス AB 当初、 決勝の VAR には、ニコラスガジョが、アシスタント VAR には、フリオ・バスクニャンが指名されていた。その後、バスクニャンが、ガジョと交代して、VAR となり、カミス・アルマリが、VAR アシスタントに指名されている。各チームの選手交代の機会は3回まで、延長に入った場合は4回までとする。ただし、ハーフタイムと延長戦開始時、延長戦のハーフタイムを除く。 ありがとうございます。